社会の IT 化が急激に進むにつれて、小型精密機器の需要が飛躍的に伸びています。モバイル機器は小型化、軽量化が求められ、使用される部品の精度の高度化、製造の高速化がプレス業界の課題となっています。今日プレス業界で求められている高速精密プレスとはどのようなものなのでしょうか。20世紀から21世紀にかけまして、その生活の中の IT 化というのは急速に進んでおります。その中でやはりそのパソコン関係、携帯電話の伸びが近年急速なものがございます。我々が扱っている業界におきましては、その精密機器の中に使われている精密小物部品をいかに高精度で高速で加工するかということが求められております。この目の前にあるのはですね、代表的な我々高速精密プレスで加工されている部品でございます。これらの部品が一番遅いもので1分間に500個、早いもので1分間に2000、3000という形で精密打ち加工が行われております。具体的にはどのような加工がなされているのでしょうか。これはモーターコアのローター用ローターですね。でこれは薄い板から打ち抜いて、かし目加工によって、積み重ねて、で所定の枚数になったら金型から出てくるというような加工でございます。これに比べて、携帯電話等で使われている精密小物モーターは、ここにございますように非常に、小さい、ものですね。これとこれと比較していただくと分かりますけども、これ両方とも薄い板から一枚一枚打ち抜きを積み重ねています。でこちらの部品は機械的にかし目という方法で積み重ねておりますけども、こちらは打ち抜いた後にレーザーで一枚一枚溶接して積み上げられております。でこれが携帯電話に使われております着信告知用のバイブレーションモーターのコアでございます。当初はこのようにモーターが大きかったんですけども、だんだんこう小さくなりまして、今はこういうようなですね、モーターが使われて、ますます携帯電話が小型化しております。これはパソコンに使われておりますIC のチップがですね、この真ん中のところに乗りまして、この一本一本のこのリードと呼ばれている線と金線でもって接続されます。これもですね、近年非常にコンパクト化が要求されておりまして、板厚が薄く、なおかつそのリードピッチが 0.2 ミリですとか、そういう形でこの細かくスリットで打ち抜く加工です。でこれもですね、非常にミクロン精度の加工精度が求められます。その他 0.25 から 0.35 ミリピッチで作られるコネクターはカミソリのような金型で抜かれます。ディスプレイに使われるガンパーツは穴のピッチの精度や平坦度がとても重要です。ハードディスクドライブのスピンドルモーターコアはかし目によって加工されています。やはりハードディスクに使われるトッププレートといったものも同様の工程を経て作られます。この部品は1分間に4000個の生産も可能です。1970年にはですね、今から約30年前にはですね、1分間に1500個できるプレスが開発されました。でその後 SPM がどん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 上がりまして、1992年には2500回、1996年には4000回、1998年には4100回というような、最高スピードだけで見るとこのように回転数が上がっております。で1970年まではですね、実はこの 1500SPM を回るというのは欧米のプレスの技術だったんですね。国産のプレスではここまで上がる機会はありませんでした。この当時やはりその、精度を維持して高速化するという非常に相反するような技術が求められますものですから、そこまでは欧米のプレスが先行しておりました。その後ですね、我々開発努力を積み重ねましてですね、この2000回を超えるようになりますと国産の技術であると。それはどういう内容かといいますと、やはりそのいかにその高精度に部品を作りまして、コンパクトに設計すると、で往復運動部をいかに軽くするかと
ということで、いろんな解析技術を使っております。例えば今まではその先ほど説明しました金型を取り付けるスライドという部品があるんですけども、スライドという部品を設計するときにはだいたい今までの経験と手計算でもって、剛性を維持して軽くするというような設計をしてましたけども、やはりその数値解析の技術が進んできましたので、いかにその合理的にですね、軽くするかと、要するに剛性を落とさないで無駄な肉を取って、軽量化するというような解析技術が進んできたこととですね、それと振動をいかに、高速になれば当然振動が出てきますから、振動を取るバランス技術ですね、ダイナミックバランスという装置がですね考え出しまして、それでその振動を取るというような技術ですね。部品がですね、例えば何かあった時にですね、すぐ止まらないと悪い部品ができてしまうので、瞬時に止めなくちゃいけないということで、クラッチブレーキの技術っていうのが急速に進歩しました。それとやはりあとは構造をですね、いろんな要素ですね、その他の軸受けの技術ですとか、いかに加工精度を上げるか、いかにその高精度な構成にするかというような、そういう要素技術の積み重ねがですね、この回転数をアップにですね寄与していると思います。私が 1500SPM から 2000SPM を超える、2500SPM のプレスを開発するときですね、やはりそのエンジンと同じような回転数まで上げられるんじゃないかということで、自動車のですね、エンジンの軸受けを研究しているところにお邪魔しましてですね、1に戻ってですね、今までの経験とかそういうものを全部捨てて、いろいろその向こうの技術者と議論をしました。そしたらやっぱり共通なんですね、やっぱり回転数、我々収束と言ってるんですけども、収束と負荷、荷重、軸受けに加わる荷重ですね、荷重をかけたものを我々 PV 値と呼んでるんですけども、 PV 値がほとんどプレス機械と自動車のエンジンとは同じであるということが分かりまして、でそれと自動車のエンジンの方は小さいものですから当然回転数は速いんですけども荷重は小さいと、プレス機械の場合は回転数は遅いですけども荷重が高いということで、ほぼ計算すると2割イコールだということが分かりまして、それでもってその軸受けの材料ですとか給油の条件ですとか、そういうこともいろいろ参考にさせていただきまして、 2500SPM のプレスが誕生することができました。それでは超高速プレス機についての具体的なお話を技術部の山内さんに伺ってみましょう。この機械は最高回転数で言いますと1分間に2500回、あちらに見えます中の黄色い部分のスライドというところが上下に動きます。種類ですね、コネクターと呼ばれるものの、プレス加工を行う機械です。精度的にはですね、最低回転から最高回転までの、可視点と呼ばれるスライドとポルスターの間、要は、その値がですね100分の3から4程度、いわゆる、0.03 ミリから 0.04 ミリぐらいですか、そのぐらいしか変化しません。そのような精度を可能にしたこの超高速プレス機にはさまざまな工夫が施されているといいます。これが実際にこのソニックに使われている防振装置のモデルです。どのような防振装置がどのような役目を果たすかと申しますと、金型で製品を打ち抜いた時の振動というのが必ず出ますので、その振動を地盤に伝えないようにするためにこの防振装置がついています。構成としてはですね、この見えますようにスプリングと中にシリコンオイルの入った減衰器が入っています。従来までは空気の入れてですね、タイヤのようなそういった防振装置を使ってたんですけども、どうしても設置スペースが大きくなってですね、それから、その空気をですね調整する機能の別のユニットが必要だったりしましたけども、そういった問題を解決するために、バネとそのシリコンオイルの、減衰器でコンパクトにしました。
で、まあ、このようなものは昔からあったんですけれども、それは昔のやつはですね、この減衰器のところに普通のオイルが入ってたんですね、油ですね。でそういった油のものですと長年使ってますと、どうしても油がなくなってですね、揺れが止まらなくなるといった現象が起きてたんですけども、これはそのシリコン代わりにシリコンオイルというものを入れまして、イメージ的には水飴のようなものが入っています。ですから長年使ってもですね、それがなくなったりすることがありませんので、長い間使ってもですね、十分、安心して使えるようなものです。プレスの、スライドにですね、この4本に四隅にですね、ガイドポストというものがついています。機能としてはですね、高速で上下するスライドの前後左右方向の振れを抑えてですね、垂直にまっすぐに上下させるための機能のものです。ここについているものですね、モデルとしてこのようなものがついています。これの特徴としましてはですね、このようにローラーで配置されてまして、フリーロードをかけることによってクリアランスをゼロにしましてですね、高速で、精度よくスライドをガイドすることができます。従来まではこのようなボールタイプのものを使用してたんですが、これですとボールですとやはり変形が大きくですね、こういった高速で回る機械にはですね、向かないということでですね、こちらのものを使用しています。これはですね、プレスのクランクシャフトの両側に設置されているクランクシャフトを支えるための軸受けのカットモデルです。コンバイト軸受けと呼ばれてまして、滑り軸受けと転がり軸受けと組み合わせた軸受けです。特徴としましてはですね、従来は滑り軸受けだけの軸受けが主流だったんですけれども、どうしても滑り軸受けだけですと隙間というものが存在します。当然隙間があればですね、それが、精度に影響を及ぼしますので、隙間はなるべく小さい方がいいです。そのために、ベアリングを組み合わせました。でベアリングというのはですね、隙間を小さく抑えることができます。その反面ですね、必ず強度的な問題で寿命というものがあります。ですからプレスの荷重を支えるのは従来まで通り滑り軸受けで、で回転をスムーズにさせるためには、転がり軸受けで、お互いにですね、いいところを長所を生かして、分担するような形で組み合わせた、ハイブリッド型の軸受けです。こちらがですね、材料を、送り装置グリッパーフィードです。駆動源としてはクランクシャフトからベルトドライブで駆動されます。中にカムが入ってまして、バックラッシュレスで、実際にはこういう送る方向の動きに変換しているものです。でここで材料を加えて送る、それからここで保持する、そういったものです。送り装置にはですね、ローラーでタイプで送るやつと、それからこういうふうにダイレクトに加えて送るタイプがあります。でこれのメリットとしましては、ローラーの場合ですね、どうしてもロールマークといいましてですね、送った際に滑り等でですね、圧痕みたいな形にちょっと若干傷がつくんですけども、これですと確実に加えて送りますので、そういった傷もありません。最近はですね、あとこの送り装置自体をですね、なるべく金型に近づけまして、金型から出て先の距離を短く詰める、それによってですね、材料が送られた時に波打ち現象を、小さく抑えることができるように工夫されています。このように超高速プレス機は様々な技術によって高速化、高精度化を実現しました。しかし、優れた製品作りにはまだ多くの要素が求められています。今までお話ししてきましたのは、プレス機械のお話をしてきましたけども、もちろんプレス機械だけが良ければ、良品というか素晴らしいものができるということではございません。やはりその製品設計技術、工程金型設計技術、金型材料技術、量産技術、非加工材の技術、プレス機械技術、熱処理潤滑の技術、後処理の技術といったような8つの技術が組み合わせられないといいものはできないと思います。その8つのインフラ技術が優れているのは、やはり日本のものづくりの技術だと考えております。ですから我々も今の技術をですね、より進めていくことを考えております。日本のプレス業界は、あらゆる企業ニーズに応えられるように、さらに高速化、高精度化に向けての開発が求められています。